のフラッシュ8、藤村椿と西野こうみです。お願いします。お願いします。さあ、今回のダイスポ予想会、札幌記念です。イエーイ。しかし、しかしその札幌、札幌記念なんですけど、工事中で、はい、函館で行われるらしいです。はい、札幌記念、はい、函館で行われる、はい、なんと札幌記念です。はい、はい、始まります。皆さん予想会見てね。あさっての函館競馬場で開催される札幌記念、はい、こちらの予想を行いたいと思います。はい、解説は大阪スポーツ JRA 期担当記者なにわだたの記者です。ではどうぞ。よろしくお願いします。ブラ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 、大きいおっさんです。大きいおっさんです。いや、前髪めっちゃ綺麗入って似合ってますね。これ芸名でしょ。本名なんですよ。なにわださん。はい、マジですか。はい、なんかかっこいいですね。なにわの男みたいな名前だけになってる。馬のポロシャツ着てんで、つばきちゅう。ほんまや、やる気を示そうか。それでは早速ですが、予想を聞いていきたいと思います。お願いします。本命アイムヨアズにしましたけど、はい、あの昨日予想つけた時点で枠順決まってなくて16番だったんでちょっと厳しいかなと。あら、あら、外枠いっちゃった。あらあら、まあ、だからもうあの SKN の2人に予想してもらった方がいいかなと。もうこれ多分もうちょっと厳しいんで、隅の絵の 6コースより遠いかな。違う、1は1番、これはかなり遠いぞ、ほんまに。1枠1番、タッチミーノット、タッチミーノット。やっぱりこの競馬っていうのはやっぱりね、前にいてうちの方通れるっていうのはもう基本的に有利なんで。そうですね、やっぱりこの外枠っていうのは結構不利ですね。ちょっとね、あえてまあちょっとここは本命になっちゃったんで、はい、外行っちゃった。いや、でももしかしたらうーん、まあでもあの、はい、この間あのクイーンステークスの時で大体あのキューミーさん、僕ちょっと 仲良くさせてもらってて、この時で8分ぐらいで、今回さらに良くなってるっていうことなんで、はい、まあ、状態面に関してはそのクイーンよりいいんで、うん、まあまあ、絡めるかなぐらい。そうです、まあ、この統計ヒーローがもう多分花を切るようなレースするんで、まあ、これにくっついてって2番手3番手ぐらいで競馬すればまあ残るかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、これも統計ヒーローが、まあ、楽にいくと他の馬が結構絡んで早めにまくってくる可能性あるんで、あ、まあ、ちょっとね、あの展開的に厳しくなるかなっていうのもあるんで、まあ、まあ、まあそうですね、ちょっと当たらない予想になりそうなんで自信が、自信は全くないです。自信強い馬がね、外枠行ってますね、結構、はい、結構ですね、はい、これも取れてますね、まあ、多分まあ一番人気は統計ヘイローになると思うんですけどね。この間の函館記念が高度計で勝ってますし、全部武豊騎手ですし、ね、そうですね、この間ハイペースで逃げて残りの 1000m もきっちりまとめてあの逃げ切ってましたんで、はい、まあ、前回からハンデも 0.5km、まあ、定量戦でハンデも 0.5km 軽くなりますし、ホイールキャップ海老名騎手は最近どうなんですか。ホエールキャプチャー、まあ、あの現地で取材してないんで何とも言えないんですけど、ちょっとあの調教の動き見るとちょっとまだ本調子の動きじゃなかったんで、まあ、あの G1 ことあの勝ってる馬なんですけど、去年ビクトリアマイル勝ってるんですけど、ね、ちょっと厳しいかなと今回に関しては。あの後対抗はそしたら、そうですね、まあ、あの統計ヒーローが結構速いペースで逃げると、はい、まあ、スタミナというか持久力試されるような展開になりそうなんで、うん、はい、まあ、当選上段の一撃というか、まあ、あのジャパンカップ勝ってる馬なんで、はい、あのこの馬の一発ちょっと怖いかなと。なるほど、5番ね。あの今回あのいつもちょっと爪あんまり良くない馬なんですけど、今回の休み明け、はい、あの爪の具合もすごいいいみたいで、あの僕まだあの函館にいる時にまだこの馬帰ってきてなかったんですけど、競馬場にかなり状態いいって聞いてて、あの担当の方も札幌記念は楽しみやってことだったんで、はい、おーおー、札幌競馬場が工事中で函館でやるでした、逆でした。そうですよ、札幌競馬場札幌記念やけど函館競馬場で開催ですよ、皆さん、ね、はい、はい、どうしちゃったか知らないけど、はい、
そうか。つばきちの気になる馬は、まあまあ予想していただいた方が勝ち確実だと思うんですけどね。なんやろ、いや難しいからね。難しいな。16頭割りは難しいからね。うん、園田は結構少ない。そう、GRA は、まあ、女性なんで牝馬のボックスを買うとか、マルセリーナとかホエールキャプチャー、アイムユアン、レインボーダイ。私はやっぱりロゴクアスカちゃん、これやな。これもでも強いけどね。これキッシュが気になるね。あ、エミナさんですか。あ、馬はあれとしてもあと1番2番3番やっぱいいんじゃないですか。1番2番3番、まあ、ちなみにうちの母親はいつもあの椎茸馬券とエビ茸馬券って絶対あるんで結構こうハマるんですよね。椎と竹豊、エビナと竹豊っていうのが。へ、ね、1枠いいんじゃないですか。タッチミーノットが猫パンチはかわいい。かわいい。馬やのに猫ですよ、だって。これはちょっと、まあ、馬やのに猫やで。さすがに、ちょっと厳しいかなと思う。厳しいかな。往年のちょっと先行力がなくなってきてるんで、あら、まあ、当たったらすごいよ。これでも当たったら結構、よさつくつくね。買い方としてはやっぱり JRA どういう買い方がいいんですか、おすすめ的に。はい、それは、まあ、ちょっとね、正直こういう枠順だったんで、当選状段から買いたいなと。枠当選状冗談から。そうですね、もう戸崎ジョッキー早めに抑えてたみたいなんで、もう7月の頭ぐらいからもう、頭にってことですか。あの陣営がですよ、陣営がね、この乗り役さんをずっと抑えてたみたいなんで、まあ、それだけ今回ここにかける意気込みがかなり強いみたいなんで。なるほど。難しい、ね、難しいね。難しいわ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、これで明後日の函館競馬場で行われる札幌記念が楽しみになってきましたね。はい、はい、それでは何にわの記者ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん最後に大きな拍手をお願いします。ずらでさあ、皆様予想会いかがでしたでしょうか。今回の東建なにわ団の予想はこちらとなっております。アイムユニアズ、そして20丸がアイムユアーズで、丸が注意があのロゴタイプありました、はい、皆さん参考にしていただけましたか。こちらぜひ参考にしてくださいね。はい。